いやー、バンコクって都会ですね。日本のものも簡単に手に入るし、もうここ東京でしょ。電車を乗り継ぎ、MRT の終点、ラクソーン駅までやってきました。この辺りに面白い場所があると知って、バンコク郊外までやってきたのですよ。ベトナムにいる時と同じ乗りでグラブバイクを呼んだのですが、スピード出しすぎで怖い。グラブカーと比較して劇的に安いわけじゃないのと、ノーヘルなどマナーが悪いドライバーもいるので、売却全般あまりおすすめしません。バンコクの郊外に突然鳥居が現れました。開運の文字が書かれた大提灯はインパクト大です。こちらのザ・パセオパークというショッピングモール。タイ人が想像する日本が余すところなく凝縮されています。アーケードの下には川が流れています。タイのショッピングモールってどこもお金かかってる感ありますよね。コイも泳いでいて風情があります。日本風モールだけど、それはそれとして春節はお祝いするみたい。そのパセオ公園、は、ザ・パセオパークの直訳ってこと。そのパセオ公園食べなければならない、味わって試さなければならない、あと強めのメッセージですね。おいしいものを食べに来てください。そのパセオ公園に違いない。はい、わかりました。人力車、わざわざ日本から取り寄せたのだろうか。こんなところにアメ横を発見。理髪店みたいです。巨大な必勝だるま、願い事は成就したみたいです。たくさんの絵馬が飾られています。タイの人たちはどんな願い事を書いたのかな。見覚えのある巫女さんですね。日系居酒屋でお昼ご飯を食べます。メニューにカスうどんまであるし、バンコクって下手したら東京よりも日本全国の食べ物があるのでは。味については言うことありません。これはもう未来の一時帰国や。タイの人が日本をどう見てるかが分かって面白かったな。なるほどの連続でしたね。こういうところに日本らしさを感じるんだっていう発見がありました。ところでいい加減クリスマスツリーは片付けた方がいいと思った。ホーチミンは1月時点でどこのツリー閉まってたぞ。パセオパークの近くにある水上マーケットを紹介します。ツアーで訪れるような定番水上マーケットとはまた違う落ち着いた雰囲気がいいですね。
美味しそうなご飯がいっぱい。日本食食べず、こっちでお昼ご飯食べた方が良かったな。甘っ。酸味も全然ないし、パイナップルってこんな甘いんだな。タイの伝統的なお菓子です。もちもち食感とザクザクしたココナッツの相性がいい。ボートツアーの呼び込みをしていたので参加します。1時間のツアーでたったの100バーツ、めちゃお得じゃないですか。チケットを買ってから15分ほど待って出航です。ほな、行ってきます。こちらのワットサパン水上マーケットで20分の自由時間です。このお寺がワットサパンか。20分の自由時間です。いや、長いな。観光客向けすぎず、だけどローカルすぎない。楽しい水上マーケットでした。16時頃にはどこのお店も閉まっちゃうんですね。訪れるならお昼頃に行った方が良さそうです。じゃあ俺、シーラムにできたばかりのドンキに今から行って日本のもの爆買いするから。ああ、ホーチミンにもドンキ来ないかな。